本日はですね、4月16日3時27分、まあ明け方ですよね、深夜と言ってもいいですかね。ジンフィンネットワーク見てますけども、ご覧のようにもう14円を超えてますね。10円を超えたらブレイクポイントだっていうふうに今年の1月か2月ぐらいからずっと申し上げてきましたけども、まあ、ついに来たんじゃないですかね。で、適正価格は30円から40円というのは別の限定動画の方でね、お話ししましたけども、いかがだったでしょうか。1月2月の時点でもですね、ジンフィンネットワーク2円とか3円だったんですけども、これが5円を超える前にしっかり仕込んでおけば、まあ、今年中にはうにゃうにゃうにゃというふうにことを申し上げたんですけども、今年中にというよりもね、もうすでに大ブレイクですよね。確かね、3円以下で買った人が一番多かったと思うんですけども、まあ、感謝のメールとかいただきましたけども、まあ、感謝されるほどのものではないんですよ。私は買いましょうってだけじゃなくてね、チャンスとしてはこういうところがありますよってことを、まあ、ロジカルにお話しただけであって、もう私は大量取得しましたよ、確かに。まあこういうことがね、見えていたというよりも、まあ2円3円のものって値下がりしても、その値下がり損って少ないじゃないですか。で、このジンフィンネットワークっていうのは、まあまだね、売れてないんですよ、そんなに。言ってみればね、100位以下のものですから、当時。となるとですね、ちょっと呼びかけると、他に呼びかけてる人がいないんで、じゃあ買ってみようかなって人が、もう私の影響力でいくとですね、1000人やら2000人やらが訪れるなと思ってたんですよ。そしてそこから波及して、だいたい1万人ぐらいの方が新規で買われるんじゃないかなってことと、全体で見るとね、やっぱり10万人ぐらいの購入者っていうのは出るんじゃないかなというふうに、これはね、特に裏付けなくですけどね、感覚で、肌感覚でそう思ってたんですよね。まあ、それであとやることっていうのは私は情報拡散するだけなんですよ。ほんと単純です。自分が、この通貨値上がりしたらいいなと思うものを大量取得した後にそれをずっとね発信するんですよ。そうするとじゃあ買っとこうかなって人が出てきますから、そうすると値段上がるじゃないですか。値段上がったら、あ、本当だってことでまたさらに、追いかけて買う人が出るわけですよ。まあ、その結果ブレイクポイント10円を超えていくってことですよね。だからずっと私これジンフィンネットワークのこと放送してましたけども、もちろんプロジェクトもね素晴らしいと思いますよ。ただプロジェクトの素晴らしさはいくら説明してもほとんどの人は分かんないと思いますよ。それよりも上がるんじゃないのっていうふうな感覚的なものの方が多分届きやすいんじゃないかなと思うんですよ。ということでね、まあ、ちょっと一部限定で、非常にクローズドなところだったんですけども、ジンフィンネットワークのことを説明しましたけども、ついてこれなかったですよ、結局来た人も。だからね、経営感覚とかその通貨の感覚とか、いわゆるどっかで一山当てた人じゃないと、多分こういう暗号通貨のことをいくら説明しても理解するの難しいのと、多分単語レベルで分かんないと思うんですよ。これね、本当に人をバカにするわけじゃなくて、だからもう簡単にね、まあ感覚で買えばいいんじゃないですか、こういうの欲しいんだったらね。で、全体的に暗号通貨ってどっちにせよ今年は上がりなんですよ。特にここまではね、上がるじゃないですか。どれ買っても多分ね、値上がりしてると思いますよ。だから分析して分析して分析して、これが値上がりしますよって言ったところで、別に分析せずに適当に買ったやつでも結果は同じような結果をね、導き出せてるんですよ。だから皆さんに騙されないでねっていうのは、私はこの通貨が上がることを分かってましたみたいなことね、この時期に言い始める人がいるんですよ。そうじゃないと、別に適当に買って石投げててもそれは値上がりしてますよって話ですよ。逆に値下がりしてるコイン見つける方が難しいですよ。なんかね、詐欺チックなやつでも値上がりしてて結局利確できたりするんで、まあそういうね、バブルの時期っていうのはそういうことが起きるんで、あとは離脱のタイミングを間違えないようにすることですよ。ジンフィンネットワークももうね、5円以下で買った人はここで一旦一部利確して元本を保全するのが望ましいと思います。まあ、当然そうなると価格っていうのは落ちてね、12円とか11円とか10円とかになりますよ。でそこを押し目にしてまた買う人がいるわけですから、わかりますかね、ここまでお話して。まあ、この辺にしておきましょうか。じゃ全体見てみますね。ジンフィンネットワークのことはもういいですまたお話しましょう。まあ、ビットコインが700万割りましたけども、さらに押し目を作ってね、これ700万超えて750万から800万の方に向かうでしょう。そして注目のイーサリアムですけども、これがだから20万円以下で仕込んでおいてくださいねってことを同じ理屈で言いましたよね。で、今どうですか？かなり激しく上がってるじゃないですか。イーサリアムっていうのは100万円に向かうと私は思ってますからね。ちなみに昨日10万円に向かうって言い間違えましたけど、一桁違いますね。100万円に向かうというつもりで私はイーサリアムの方も、ずっとね、大量保有しております。大量保有した時っていうのは20万円ちょっと切った段階で18万5千から19万5千でした。ここが最後の購入ポイントだと思ったんですよ。その前に私ね、2万5千かその辺で買ってるんですよね。その時は購入枚数が少なかったんでちょっと損したかなと思ったんですけども、まあね、これからね3倍4倍になるかなって、そのボリュームを考えたら20万円以下で買うんだったら十分チャンスがあるなと思いました。もうすでに26万とか超えてますから、もうここでは私は買いましょうって気持ちになりません。あとはいつ利確するかを待つだけです。
まあ、利確当分先ですけどね。でイーサリアムがなんで値上がりするかっていうと、あの分散型金融ディファイっていうのがありますけども、これの理解が進んでいて利用者が増えるからイーサリアムがどん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 使われだすってことなんですよ。単純じゃないですかこれは。だから他のホワイトペーパーとかロードマップとか関係なくイーサリアムがみんな欲しくなるから上がると。買う人が増えれば上がるわけですからね。だからディファイをあとは広めていくだけ、もしくはディファイっていうのは本当にねよくわかんないお金の増え方するわけですよ。もうだから多分飛びつく人多いと思います。でその過程でイーサリアムが必要とされるんで、値上がりするだろうなってことですよね。次リップルですね。リップル、これは私全く諦めてましたんで、いまだにありがとうないって感じです。今年の初め SEC の訴訟で20円とか25円うろうろした時、あの時に私ねもうねリップルはもう大量保有してましたけども、全部ね損切りしてさよならしようかと思ったんですけども、まあまあほっときゃいいや、ゼロ円になってもいいかなと思ったらこうなったというね。だからある意味ねもう全部なくなってもいいよってつもりで放置できるような余剰資金じゃないと投資はやるべきじゃないですよね。で昨日ねこんなこと言われたんですよ。久保さんはいつも余剰資金でやれって言ってますけども、それはうまくいかなかった時の布石を打ってるんですねみたいな。いやそりゃそうでしょって。いや余剰資金でやる以外なんかあるんですかね。借金してやれってことですかね。いやそれはやればいいと思いますけど、それは個人の判断ですから。もう私はやんないですね、借金してまで。余剰資金がないんだったら投資はやんないですね。余剰資金を作るためのビジネスをやります。当然私そういう段階を経てきましたからね。最初はお金がなかったマイナスだったんで、お金のかからないアフィリエイトをやってきたんですよ。アフィリエイトっていうのはサイトを量産してそこにアフィリエイトリンクを貼って売り上げを待つって感じですけども、そこで種銭ができたから暗号通貨の世界にねやっと来たわけですからね。だから FX の世界に来たのも私2017年ですからね。だから4年かかってるんですよ種銭作るのに。だからそのぐらいの段階を経ないと、お金がない人がすぐに投資とか暗号通貨飛びつくのは私はあんまり良くないと思いますけどね。実際私が何言っても多分理解できないと思うんですよ。暗号通貨のロジックをお話しても受け取れないと思うんですよ。でビジネスでどうやったら損が出て、どうやって利益が出るのかってことをある程度扱えてる人だから、こうやって暗号通貨のねプロジェクトっていうのも、分かるんだろうなと思いますよね。ちょっと余計な話になりましたよね。 ADA が160円、急騰しますよね。だから ADA プレセールで買った方っていうのはここで800倍になったってことですか。なんか史上最高値いくらだったかな、このぐらいじゃなかったですかね。2018年の1月ぐらいに、まあ、なんか1ドル超えたような気がするんですけどね。となるとこの ADA ちょっと見てみましょうか。 ADA はワンニアで見るしかないのかな。あこれマックスで見ましょうか。ああ超えましたね、前回高値を。 ADA すごいです。ここからとてつもない急騰するんじゃないですか。今年中に1000円とかっていう話をする人がいます。どんな裏付けか分かりませんけども、裏付けをほっといてもいやー1000円とかいくんじゃないですか。300円とかはまあこのまま進むでしょ。200円もなんか知らないけどあっという間ですよきっと。これほどまでに人気があるのに1枚単価が160円ポッチっていうことはね、すごく買いやすいですから。いやADAすごいですね。いや今日もね暗号通貨のこといろいろと話してみましたけども、もう感覚値ですね。ここまで来ると細かいロジックとか結局説明しても理解してもらえないと思いますし、細かいロジックを説明したらやっぱりねそこを上げ足取ってね詐欺だとか言い出す人がいるんで、もう知りませんと。もう自分だけ分かってりゃいい、俺だけ分かってりゃいいです。なんでこうなるのかで、どうしても知りたい人は個別で連絡いただければ、説明しないでもないですけども、ただねやっぱりいっぱい質問来ちゃうんで、まあ何かの折に動画作りますよ。それでご容赦ください。もちろん私の解釈なんで、私がね暗号通貨を支配してるわけでも作ってるわけでもないんで、私の観測してるんですよ。だからそうなんじゃないかなと思う人は判断の材料にしていただければいいですし、私の言うことなんて信じられないって方はね、もう信じる稼ぎ方すればいいんじゃないですかね。私はおかげさまで自分の信じてるままにこの暗号通貨投資をしながらね、購入タイミングっていうのもきちんと動画で話しながら資産はかなり増えました。やっぱりまあすごい金額になりましたね。まあなんせ種銭は10万とかそのぐらいですからね、10万を何回か積み重ねたぐらいですから、まあ、特に ADA の ADA のねプレセールがでかかったんですけども、やっぱ1億円ぐらいのなるんじゃないですかね含み益は。まあ、決済全くしてないですから含み益ですけどね。で決済するとあれで半分になるわけですよ大体。で
税金から関わるその住民税とかも変わってくるんで、これ一気に利確はできないですね。少しずつちょろちょろと10年ぐらいかけて、ウィズドローするしかないかなっていうのは変わんないですね。10年とかですよ、10年とか20年ですよ、場合によっては、まあ、そうしないとどうしようもないですね、その辺のバランスもありますからね、税制との兼ね合い。税金の何が怖いかっていうと、払うのはいいんですよ。高額な税金払ったら、なんかね、何かしらあの理由つけてもっと払えてくるのが嫌ですね。だって税金払えるほど余裕がないときは何の心配もなかったんですよ、税金の払い漏れとかね。できちんと払って監査もつけてるのにもっと払えてくるわけですからね。本当ね、まあ、やってられないですよね。あのお金がない人にはお金がない人の不公平感とか悩みあると思うんですけども、こういったあれですけどもね、稼いだら稼いだだけ不公平感出てきますよ。やっぱり頑張って危険を顧みずに稼いで社会からバッシング受けたり、税金もっと払えって、ね、ただでさえ何千万も払ってるのにさらに払えてくるわけですよね。この辺は三崎裕太さんの気持ちが分かるなってところですね。で今日は以上でございます。まあ利確をしなければいいんですけどもね、利確もまあ30年先ですかね、私の場合は。はい、じゃあ以上でございます。